come. Yeah!
ああ、私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずの大だまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。戦いを終えたダーリーが最初に目にしたのは、一面を覆うかのように咲き乱れる淡い色をした美しい花の海であった。暖かい春の風の中で彼女は晴れやかに笑う。船を壊した犯人こそ見つからなかったものの、より価値のある光景を目にすることができた。ダーリーは仲間たちが待つ故郷へと足を向ける。工房では妹分たちがダーリーの帰りを待っていた。もう一度作り上げられた船の傍らで彼女らを一人ずつ抱きしめた後、ダーリーはいつものように工具を担ぎ上げる。一度ノコギリの音が鳴ると、たちまち工房には日常が舞い戻った。今までの遅れを取り戻すべく彼女たちは昼夜奮闘するのであった。ダーリーが戻って数ヶ月、ついに進水式の日が訪れた。島中の住人が集まる中、彼女は仮面の大男の姿に気づく。刹那、彼女たちの胸にあの日の怒りが湧き上がった。屈強な乙女たちの手によって男はたちまち捕らえられる。後にこの出来事を語った者曰く、ダーリーのけじめは三日三晩続き、男の悲鳴はいつまでも島中に響いていたという。I won't tell.
侍。